これよりこの会場でですね、貴族による貴族のためのお見合いパーティーを始めていきたいと思います。それではまず男子の登場です。どうぞ。アルテンヌ・リサート三世さん、なんだ、世の中の女性が僕のことを好きにならないわけがない。なるほど、まあ個性のね強い男の子ということでですね。そしたらじゃあお次どうぞ。まあ僕んちはたくましい女の子が好きってよく言われてるね。そうですか。じゃあはい、僕はお金のことは意識したことありません。僕は家が芸術一家でね。お、そうなんですね、はい、今回は素敵な女性を探しに来たよ。頑張ってください。では僕にも素敵な女性が出会えるといいなと思う。以上のですね5名でお送りしたいと思います。それでは素敵な素敵な女性の登場です。どうぞ。ハイボール飲みたいんだけど。強そうだ。あ、こっちですね。あ、こっちですね。はい、行ってちょうだい。家を守ってくれそうだ。大丈夫。みんなスタイルがいいぞ。みんな。順番にですね、インタビューしたいと思います。じゃあ、お願いします。私正直 TikTok とタピオカあればもう何もいらないから。流行りをね、流行りな敏感な男だ。リコーダなめたいさん、インタビューを。リコーダちゃん。あ、はい、あの飛行士待ってらんないんで男朝に行きました。積極的だ。積極的だね。スパンジ系でよかね。この日のために期待すぎて後ろ閉まんなくなっちゃった。おー、セクシーだ。すごいよ。頑張り屋さんなんだから。お似合いだよ。次じゃあの髪のロングの女性。肌が白くて綺麗だ。3代目ジェイソルブラザーズみたいな人がタイプです。人気な人がタイプです。この中だったら誰が一番好みですか。一番左の人です。一番左。おい、やってるなおい。一番左というのは。じゃあ次はあのちょっとこうおばちゃんがなんか賛成してるみたいなんですけども。おばちゃんじゃないですね。はい、好きな食べ物はふがしです。よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、そしてあのこの三姉妹の、はい、こんばんは。三姉妹にお邪魔します。スタイルがいいですね。ありがとうございます。この中で結構肌結構ね出しがちな姉妹ですね。そうなんですよね。のやっぱ肌が命じゃないですね。当たり前じゃない。待って、あの青い子ね最近調子乗ってんの。最近ね、なんか何ソラチ似てるって言われて、あ、調子乗ってるらしいの。あんたそんなこと言ってんの。ほら何弱っ弱っ。じゃあ次行きますよ。もう行ったよ。緑の子一回も喋ってないよ。そうよ。一回も喋って好きなタイプぐらい聞いてやりなさいよ。かっこいい人が好きです。はい、かっこいい人いただきました。とりあえずゲームを出るように。え、なんでですか。あれあれ、どうしよう。あの、早く行くせきよ。動画内に書いてください。ステージ1、ステージ2、チームをもう発表します。ステージ1の女性、ヨッチ、鈴翔と三姉妹、もう勝ちました。タッちゃんです。それでは続いてステージ2の、女性メンバーは、キョンちゃん、クマちゃん、つるりグッピンです。運命のカップルがですね、できるのか、早速、行きましょう。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。貴族鬼ごっこ、制限時間5分です。よーい、スタート。止めろよ、リーダー。あれ、僕が先だ。もう決まってるのか。待って待って、俺は、あの、3姉妹が気に入って
になってるんですよ。何を言ってるんだ、僕は3姉妹だ。じゃあ3等分しよう。3等分しよう。仲良くな人は何なんだろう。僕たちはどうする、僕たちはどうする、僕は運命に任せる。それだな、僕はきっと周り近い女性を選ぶだろう。うん、私もそうだ。それで行こう、行こう。上で待ってよ。上に、上にいっぱいいるぞ。終わるちゃん、やだなんか、微妙だよこれ。おーい、モデルたち、僕のエルメスさん、女の子たち、だからもう行ったんだ。さあ、どこにいるんだ。おやおや、かわいこちゃんがたくさん逃げたようだ。隠れているレディがいるな。さあ、僕の君に。やだ、やだ、私は今、やめて。どうしたの？おなら中なのか。それレディーにはそういうこともあるよな。ちょっと困るわ。彼女はちょっとまだ怯えてるみたいだから。無理よ、他のとこ見て。ダメだぞ。さあ、ボウ君の胸に飛び込んでおいで。さあ、あんなところにいっぱい甘い香りがする。見て、行き止まりだよ。ああ、そんなに僕たちに捕まえられたいんだな。子猫ちゃんたち、見つけた。あんたら触ってなさい。触ってなさい。積極的だ。かわいいかわいい妹たち、なんだよ。積極的だ。積極的だ。胸がボコボコしてる。待ってくれ、そのおっぱいは。あんたらのね、分かってるよ。私でしょ。だいぶ彼女たちのお気に入りようだ。お前、俺大きい。下がってろ。ああ、大丈夫か。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。じゃあ私下行くから。おお、通してくれる？そんな。通して。強い。強い。本当にもう。花子ちゃんたち怯えているようだ。ああ、取り憑かれてる。ああ、やらしいわ、やだ。花子ちゃんたち怯えているようだ。ああ、決まったようだ。なんでここだ。決まった。あそこに怯えている女の子いる。壁の下にこっちは。どうしたんだよ、花子ちゃん。やめて。怖がんなくていいんだ。怖がんなくていいんだ。僕はやめるんだ。ごめんね、酔っちゃってて。あ、酔っちゃってるのか。酔っちゃった、酔っちゃった。よかった、休んでくれ。ありがとう。タクシーを巻いて。あ、タクシーを。あなたは AED を、あなたは救急車を。なんだこの二人、なんか息がぴったりだな。ブラーさあ、ちょっと口説いて、ここよ。私も口説こうかな。ちょっと奥の緑の女性、緑の女性、君、趣味は？趣味、ナンパよ。ナンパ、趣味、趣味ナンパらしい。僕を逆ナンしてください。行きましょう。決まったようだ。なんでここだ。決まったわ。決まったわじゃない、決まったわ。何ですわ。壁ドンしてる。こっちはこっちは壁ドンしてるよ。君のタイプはどんな。身長が高い。かっこよくて素敵な人です。僕のことだな。はい、身長高い。じゃあ行こう。うわ、捕まった。うわ、マジでやめてくれ。俺だ、いいよ。おかしいわね。どうだい、僕と一緒に来ないかい。
私を退屈から抜け出してくれるのはあなたかしら。残りあと10秒。よし、行こう。それでは、今回のですね、ステージ1の貴族鬼ごっこ告白タイムでございます。お願いします。それじゃあ、ハニーこちらへ。優しいのね、危ない。気をつけて。よいしょ。危ないわ、危ないわ、気をつけて。僕は長らく探していた運命の人を、僕と同じ運命を歩いてくれ。俺じゃね。私を退屈から連れ出してくれるのはあなたかしら。先生、見事カップル成立しました。次はですね、なる四世さん、お願いします。四世、いや高すぎるな。慎重したカップル。いや、それでは愛の告白を。君を初めて見た時にもう君しかいないと思った。出てるの？恥ずかしいわ。よろしくお願いします。私の色は白なの。おぉー、3番カップルセリさん。では次はですね、トウキに来ていただきましょう。どうぞ。あんたプロレスの男どっちが相手なの？こっちに歩むことにしろ。それでは愛の告白お願いします。あの日君が酔っ払って倒れていたのを介護して暑い夜を過ごしたの忘れられないんだ。無理だ、恥ずかしい。そうだよ。 あんたって人は一夜だけだったの。一夜だけ。一夜だけだったの。僕とミラも少しくれ。おー、じゃないの？じゃないな。好きじゃない。どうなんだ。え、ん、一夜だけね。あ、ごめんなさい。すいません。カップルセンスならず。次、エツコエメラルド五世さん、お願いします。それでは告白お願いします。君を一目見た時お前しかいないと思った。俺と付き合ってくれ。喜んで。早っ、早いわ。早いわ。僕クラスになると一瞬で決まるよ。早っ。それではですね、アルデンヌリサーコ三世さん、お願いします。立てるわよ。それでは告白お願いします。言って。君みたいなそんな大きくて美しい胸は見たことない。こっちを見ろ。じゃあ俺のこの胸の中のダイヤを取れ。取れ、取れ。さすがすごい。取れ。もうこれ何のやつです。これだ。あの、透明です。カップル不正必須。残念。脱毛してしまった。ショックなのに。すいません、私基本的に弱い男が嫌いなんで。というわけでですね、次の第2ステージに参りたいと思います。それでは始めたいと思います。貴族鬼ごっこステージ2、よーい、スタート。よりどりみどりだから一番最後でもいいんだけどね。君たち選んでおいでよ。選び放題だ僕たちはな。僕たちは余裕がある。ちょっと先発決めてやるよ。先発待ってる君たちから先に行きな。余裕こいてられるのも今のうちだ。さあ行ってらっしゃい。僕は先に。はい、今回はやっぱり向こうが欲しいって言うならあげてやってもいいかなって。あー、いいな。僕もなんかでもちょっとあの子とかタイプなんだよな。なんかめっちゃリップしてるよ。やばい、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 や
僕のこと気になってたんだろえ、そんなわけないしあんたたちねあれあんま女だってねなんだ君たち、はい、あんま女だからってあれつけの権限には女だあんたたちあんま女だって思って舐めてっとねどうめんかいあんま舐めてっとね考えてないと思う気持ち悪いですあれさあみんな好みの声聞くんだ僕はあの子たちを追いかけるしょうがないなあれの告白タイムに移りたいと思います。陶器からお願いします。愛のある告白お願いします。君を初めて見た時にその黒い長い髪を見て僕の何かが目覚めたんだ。僕にその髪を洗わせてくれ。そういうのが黒いのに目覚めたんだな。ごめんなさい、私は運命のお相手じゃないんです。あは残念ながら今回いないということで、お相手がチャンスはみんなに譲ったんだ。なるほど、僕にはもうあの子がいるからね。そうですね、まあ、イッチーはですね、タックンという素晴らしい女性がいるんでね。じゃあアルデンヌリサコ賛成お願いします。動物猛獣じゃんそれでは愛のある告白お願いします。はあ、僕がこの愛の紐をちょろちょろってやった時に君は飛びついてくるんだ。君と僕ならきっとうまくやれるさ。これから愛を育んでいこう。よろしくお願いします。タックル先生おめでとうございます。では次に、なる賛成お願いします。では、愛のある告白、お願いします。最終君が織姫なら、僕は彦星になりたい。お願いします。シンプルでいい。シンプルでいい。シンプルでいいよ。すいません、足の梅の人、リアル彦星行ったんで残念トップルダラです。すいません。ではですね、最後になります。エツコエメラルド賛成お願いします。ありがとう、持ってやるよ。ありがとう、すげえめくれてるけどでは、アイナル告白お願いします。やっぱり君は一人じゃ生きていけないんだよ。僕みたいに今後ずっと一生こうやって君の長いスカートを支えてあげる人がいないじゃね。僕と一生スカートを共にしないかい。スカートお願いします。あ、お見事。アイスクリームアイスクリームよかった、最近してくれた。カップル成立です。おめでとうございます。はい、というわけで今回ですね、お見合い貴族
鬼ごっこということでですね、一番多く達成したのがですね、見事えっちゃんが達成しました。僕クラスになると一歩多彩も許されるし、二人とも喜んでるからよかったと思うよ。おお、おめでとうございます。残念ながらですね、一人も結ばれなかった男の人がいます。かわいそうに、トキちゃんとなるんです、うん、かわいそうに。僕に似合う女性がいなかったって。なんだなんだ、紛れを知りたい。それは僕たちの妻に失礼だ。そうよ、失礼よ。僕は今後君たちみたいな女性よりもっともっと素晴らしい女性と出会うから。またいい感じにね、なってほしいですね。これまたきっかけにね。はい、はい、ということで、今度が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。